岡野博士美希は日本の音楽プロデューサー、音楽監督、作曲家、ミュージシャン。世界の民族楽器を演奏する。ここでは岡野を中心として結成された天空オーケストラについても説明する。1964年香川県生まれ。1990年ドイツ IC リジットレコードと専属契約し、アルバムを全世界発売。 17作のソロアルバムを発表している。地球教命をテーマに、ネパールのボダナート寺院やマルタ島のハイポジウム地下神殿、天河神社などでの演奏を行っているほか、映画やテレビ番組、CM 等へも楽曲を提供している。天空オーケストラ、風の楽団でのバンド活動も行い、1992年には北米インディアンの音楽家、アル・カルロスナ書いたアルバム、 アイランド・オブ・ボーズを全世界発売、翌年アメリカツアーを行う。イギリスのプロデューサー、デイブ・グッドマンに認められ、アルバムプロデュースやヨーロッパツアーを実施。音楽祭、グラストンベリー・フェスティバルには、グループ、ソロを通じて10年以上の出演経験を持つ。海外アーティストとの共演も多数。天空オーケストラは、日本のロックバンドである。 岡野博史館ウィズ天空オーケストラとも名乗り、略称は天候である。音楽ジャンルは、ワールドミュージックやエスニックの枠外の即興演奏から、リズムマジック、ダンスを交えたライブパフォーマンスなど、トライバルロックというジャンルを演奏する。1994年に結成された後、風の祭り、レインボー2000、富士ロックフェスティバル。 イギリスの音楽フェスティバルグラストンベリーフェスティバルまで、大小様々なフェスティバルや祭りに出演している。ビヨンドザトレイル天空、ヘブン・イン・ザ・コー、プレムプロモーション1997年6月10日、ビーレレレレレ 5F2MM。ありがとうございます。